サメさん学習院行ってみたいと思います。本日の問題はこちらで、合計11問あるんですが、ちょっとさすがにこれ全部やってるとですね、まあ視聴時間がなくなって皆さんご覧いただけないので、最初の8問行ってみたいと思います。ということで一緒に頑張りましょう。サメさん第一段落でございます。で、皆さん注釈ありますからね。で、まずは全体像を掴んでいただくために一読だけお願いいたします。で、皆さん問いの A でございます。空詞はこれでございますので検討をお願いします。さあ皆さん、この辺りで皆さん熟語だなぁと、そういうふうに判断した方もいらっしゃるかと思います。で、そして皆さん選んでいただいたものと皆さん differences で、このオレンジの線とオレンジの線、言ってること同じになりますよね。で、皆さん空詞の右側にも一方でという話になっております。ですから選択肢の犬かも、これを選んでいただきますと皆さん共通点がない。で、共通点がないということは皆さん違うということですよね。ですから正解はいいということでよろしいかと思います。それでは続いて第2段落ですが、ちょっと長いんですね。ですからまずは全体像を掴んでいただくために一読だけお願いいたします。で、ちなみに注釈は2箇所ついておりますが、まず1つ目これが悪党で、皆さん2つ目特徴、こちらを踏まえて一読だけお願いいたします。さあ皆さん、下線部1番に関する問題がこちら、問いの B。で、皆さん、説明の指示を読んでいただきますと、下線部1番の例として当てはまらないもの。で、皆さん、1番見てみると、these って書いてますから、皆さん、これ上から見つかるはずなんですね。ですから、先ほどの第1段落のこの後半部分、そこを使って考える問題でございますので、このあたりから一読していただいて、検討をお願いします。さあ皆さん、選択肢の E からいきますが、皆さん書いてるところは皆さんここですよね。で、選択肢のローをすっ飛ばして選択肢の歯、皆さんこれに該当するところはここですよね。そして選択肢の2はこちらですから、本文に記述がなし、まあ、つまり当てはまらないと考えれば正解はローということでよろしいかと思います。で、皆さん問いの C の検討をお願いします。すみません、下線部の後半 diversity、多様性ですよね。で、それで皆さん選択肢絞り込むことできたはずでございます。で、まずはいいですが、like、うにゃうにゃのよう。うにゃうにゃと同様ではないですよね。で、選択肢のローは think。これさ、考えに限定する必要性はなさそうですね。皆さん、多様性なんですから、行動、見た目、その他もろもろに関してのお話でございますので、ローは×。そして選択肢の ha は another。皆さん、別の国と書いてますが、皆さん、これ同じ国。つまり自分と同じ国の中でも皆さん多様性はありますので、選択肢の ha も×。ですから多様性と言われたら皆さん people's differences、人々の違い、もうそのものズバリということで、2が正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。注釈は2箇所ついてますからね。ひとまず全体像を把握するために一読だけお願いいたします。皆さん、下線部3番の問題、問いの D でございますので、検討をお願いします。さあ皆さん、説明の指示にある通り、最も強く発音。と言われたら皆さん、これ文法的にあれになりますよね。そうです。did。その後ろ皆さん、speak という動詞の原型。ですから、do とか does とか did の後ろに動詞の原型があれば、それを強調する働きでしたね。ですから、これはもう実質文法問題と考えて、正解はローということでよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。まずは下線部4。こちら問いの E でございますので、検討をお願いします。さあ、皆さん、日本語になっているそのアクセントは示されている。それが皆さん、下線部のこの先頭部分でしょうね。ですから、頭にこの真ん中から後ろを訳していくだけでございます。で、まずは前半、as for。異質なものであると示されている。で、真ん中 in a way、 うにゃうにゃな方法とか様子で、 that is clear to the viewer、 視聴者にとって明らか。ですから視聴者にとって明らかになる様子で、つまり視聴者にはっきり分かるように示されている、そんな感じで25字でまとめてあれば OK ですから、正解はそのアクセントは異質なものだと視聴者にはっきり分かるように示されている。ここで皆さんご自身の回答と見比べていただけるとよろしいかと思います。さあ、続いて空詞 Y との F でございますので、検討をお願いします。さあ皆さん、これ空詞の左側、もう言いたいことは皆さん一定ですよね。
異質な違いですから、線を引っ張ったところが皆さん言い換えられてるだけですね。ですから違いと言っている選択肢の意が正解でよろしいかと思います。さあ続いての段落ですね。注釈は1箇所ついております。で皆さんこれまた長いので、まずは全体図を把握するために一読だけお願いいたします。さあ皆さん段落前半でございます。今度は下線部5ですね。問いの G の検討をお願いします。すみません、これはもうコンベンショナル。これの言い換えを探すだけですよね。もちろんコンベンショナルと言われたら、従来の伝統的な、昔からある。そういうことを皆さん言ってる選択肢見つかってるかと思います。ですから選択肢の E は成功してるかどうかは関係がないですね。で、選択肢のローはこの誤解が×。で、選択肢のハをすっ飛ばして2のコピーが違いますよね。ですから選択肢のハ、広く受け入れられている。そうです。昔からあるんですからね。従来からあるわけですから、広く受け入れられている様子が伺えます。ですから正解は、はということでよろしいかと思います。さあ皆さん続きまして、下線部6、問いの H でございますので、検討をお願いします。さあ皆さんこれ下線部の左側の比較がヒントですよね。ですから何と何を比べているのかって見てみると、下線部の右側、Oral Shows。それ、Shows の話書いてますよね。っていうことは、下線部の左側、遡ってっていただけますと、こちらにたどり着きますね。ですから、この波線と波線が対応。ですから、あとは皆さん、many of the shows に対する動詞。それを探すだけですよね。で、皆さん、この文頭から皆さん、こう探し出してみると、ちょっと別の SV 出てきてしまいましたので、色分けしております。あと皆さん、開業されるところ、皆さん、前置プラス名詞でございますので、括弧でくくっておきます。で、皆さん、オレンジのところを飛ばすと、皆さん、見つかりましたね。ですから、下線部6番に対応する動詞。つまり、正解は、include ということで、よろしいかと思います。さあ、皆さん、お疲れ様でございました。次につながる情報ございますので、ちょっと皆さん、聞いてくださいね。で、皆さん、8問やっていただきましたが、皆さん、問われるポイント。そこにある一定の共通点があるんですね。例えば皆さん、これ、空所 X に入る単語。まあ、カモンが正解。で、皆さん、これ、熟語で解こうと思ったら解けたんですが、この空所の前後にヒントが転がってましたよね。違いとか、皆さん、怖い。一方で。で、前後、反対。皆さん、そういうのは対比というふうに呼ぶ。まあ、それを聞いたことある方、結構いらっしゃるかと思います。で、このヤダッチとスタディの動画でもたびたび言ってるんですけども、やっぱり過去問変わってもですね、聞かれるポイント、もう多くはこの対比なんですよね。で、二つ目の問題、皆さん、diversity。で、これと言い換え可能な選択肢の中に、people are differences。こういう表現が入っておりました。で、見ての通り、皆さん、difference、違い。やっぱ対比なんですよね。そして、空欄 Y はもう different、もうそのものズバリ。で、もちろんその時にヒントにしたのは、皆さん、空所の前後、falling、異質な。そうです。違いのことですよね。もしくは空所の前後に distinction、区別とか違い。これの言い換え可能な表現として、different が正解。例えば最後の問題で皆さん、include が正解なの問題があったかと思います。じゃあそのヒントは一体どこだったのか。そうです。比較の残をヒントにしましたね。ですから残の前後をご覧いただきますと、文頭は many of the shores。例えば後半 all the shores。まさに違いを言っておりますので、皆さんこういう矢印で引っ張っておきます。ですから結局どこをヒントにすればいいのか、どこに注目すればいいのかっていうのは実は結構決まるんですね。見ての通り反対とか逆、そして違いとか異なる。で、皆さん左側まとめておきましたが、一言で言うと対比。ですから問われるポイント、意識すべきポイントは実は対比であると。それを知ってると皆さん、まあもちろん得点が取れるだけでなく、皆さん素早く回答に到達すると。まあつまり時間短縮にもつながってきますから、知っておくとかなり有利ではなかろうか。そんな感じがいたします。もちろん今日の学習院大学だけでなく、今後配信していく動画ですね。そこにも間違いなくこういう概念、こういう考え方が登場しますので、ぜひ参考になさっていただけると嬉しいかと思います。